こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。この波動チャンネルでは、こちらの波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中で解説が必要な部分の解説であるとか、ご質問にお答えをさせていただいたりしてますが、今日はですね、波動の基本ですね、基本にちょっと一回立ち返っていただいて、波動を使って幸せになりたいなら、まずこういうことを知って意識しましょうというお話の中で、この本で言うと35ページですね、共鳴現象の話をちょっとしようかなと思います。で、全てのものを一回波動に立ち返る、波動の基礎に立ち返るということで、この動画をお伝えしようかなと思いますが、波動の世界の大前提となる物理現象ですよね。それが共鳴現象というものです。現象、効果、違うんだね。共鳴現象、効果、共鳴現象という何かというと、同じ波動のもの同士が響き合うというね、35ページになりますので、同じ波動のもの同士が響き合う、これが共鳴現象、まあ、これは物理現象なので、疑う余地はないというか、でこの世の中にある全てのものには波動があります。現実も波動で変わります。波動の高い現実もあれば、波動の低い現実もある。人もそうです、情報もそうです。あと、聞こえてくる音、思いつくアイデア、思考、他何、景色、そういったもの全部波動を持ってます。で波動に応じて、波動の高い情報もあれば低い情報もあったり、波動の高い音があれば低い音もあれて、波動の高いアイデアあれば低いアイデアもあってっていう、そういう全てのものが波動があるんですが、引き寄せと共鳴現象というのは一緒のことで、例えば自分が今80という波動を出して、80Hz、まあ、80Hz っていう波動、だいぶ波的には緩やかゆっくりなので、だいぶ低いんですが、80という波動があったとすると、今自分が見える現実、出会う人、聞こえる情報、アクセスする情報、聞こえてくる音、思いつくアイデア、普段考えている思考、見えてくる景色は全て 80Hz のものが見えてる。ただ自分の周りにはそれ以外の波動の現実、人、情報、音、アイデア、思考、景色っていうものがあるんですが、全てこの80のものとしかアクセスし合わないので、全てがないものと、ないと思うんですよね。でも本当はあるんです。本当はあるんだけど、自分がここしか見えてないんですよね。それが共鳴現象ってやつで、じゃあこの100の、自分が実現したい世界が100の現実であるなら、自分が100に変わればこれが消えて、この100の現実、100の人、100の現実が展開するようになって、100の人と出会って、100の情報にアクセスして、100の音が聞こえてきて、100のアイデアが出て、100の思考になって、100の景色が見えるようになってる。で200だったら200の世界を実現したかったら、自分が200に変わればこれが消えて、急にこれと共鳴し合う、そういう風になってるんですよね。で現実を変えるとか引き寄せを起こすというのはそういうことで、大事なのは自分の周りには常にありとあらゆる現実があるんだと、
ありとあらゆる現実が自分の周りにあって、今の自分に共鳴し合うものとだけ共鳴し合って、でそれが自分の現実だと思の全てだと思ってるんですが、本当は全ていろんなものがあるんだっていうことを認識されるといいかなと思います。なので波動の知恵っていうのは基本的な考え方としては、この共鳴現象として自分の現実が見えているので、自分の波動を変えてどこと共鳴するのかっていうことを変えていきましょうっていう感じで捉えておかれるといいかなと思います。それが35ページから、つらつらと44ページぐらいまで書いてますので、ぜひその辺を見られるといいかなと。ではもう波動ワークもこの共鳴現象、どこと共鳴し合うのかっていうことが全てですので、共鳴したい現実に自分がその波動になれば、その現実が展開してきますので、そのことを認識されるといいかなと思います。今日の波動チャンネルは基本に立ち返って、基本的な現象、物理現象の共鳴現象について、お伝えをさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、友達にシェアしたいなと思っていただけたら、ぜひ SNS 等でシェアいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。